作品引っかかるわ。そうですね。何食べます？お肉食べたいよね。ハンバーガーとか。クワアイナ行きます、ね、クワアイナってあのパンじゃないバンあんのかな。グルテン。もうめんどくせえ。ハンバーガー食いたいのにパン食いたくねえやつ。他に何かあったっけ。ケンちゃんのとこのね、あれうまいんですよね。でグルテンがなんとかってケンちゃんのとこでうどん頼んでるでしょ。うわー何食おうかな。スプラウトって友達がやってるあのサンドイッチ屋さんが、はい、あのあれ岩にもできたんですよ、ね、パンじゃねえかよって話だけど言ってることむちゃくちゃじゃないですか。ラスタファーライこれちゃんとエピソードになるのかなこれ。まあそれもありだよね、はい、そういうゆるいエピソードでしましょう今日。今回はなんかこれを見て少しでもハワイに行きたいなっていうあれが高まってくれたらいい。嫁に携帯をポケットに入れるなって言われた。なんででしたっけ。その理由はなんかわかんないけどちょっと濁しておきます。あれが減っちゃうらしい。あれがなるってここにもあるんですね。いやだから前あストートスはまだあるのか。ストートスはもう俺昔何10代の頃からしょっちゅう来てた。あれ岩でやるとストートス。こんにちは。はい、こっちもうちょっとで帰ります。あ、ほんと？あれいるぞと思った。ロッキーライトでやった。誰もいなかったけど、よかった。あれやばっ。ちなみに、この間俺が食ったのがこれ。これ多分これ食べたら、もう海に戻れねえぞ。いやでもちょっとカレー行こうかな。沖縄は買ったよ。ハワイのコーヒーって何？美味しい。だから豆から引けないと結局薄くなるよね。やっぱ引いたのはちょっとなんかもう飲めない。あれ一回経験しちゃったら全然違う。皆さんあれ岩に来たらナンバーセブンフードトラックぜひ行ってみてください。日本食でしょって言われちゃうとあれだけど、ポキ丼とか日本テイストのポキって感じ。ちょっとまたこっちでしか味わえない日本テイストのポキおすすめです。ガーリックシュリンプに飽きたっていう人はぜひ。マックとか食うんだったら絶対L&Lでしょ。そうだね。マックもでもね時ハマって行ってたな。あれ岩のなんでかわかんないけどフィレオフィッシュ。そこはちゃんと魚とかマックいやなんかね、はい、マックでねハンバーガーあんま食べなかったんで、マック行くとフィレオフィッシュだった。ここがいつしくんおすすめのコーヒー。観光感がバリバリ出てる。カレー岩に来たらこれって。タオにもありますよね。あります。これはいっぱいある。なんだっけ、ハワイヴィンテージコーヒー。アイランドヴィンテージ。アイランドヴィンテージ。ヴィンテージだけ覚えてる。いやあれは正解が分かんない。そうそう、カメラ向けられてどれが正解なんだな。入りが全部同じになっちゃう。決めてもらえます、ね、決めもんか。アロハ YouTube とかどうですか。振っちゃって、はい、やった全部。今ざっと歩いたけどなんかちょっと元気出てきましたね。なんか晴れはね。そうですね、人増えてきた。まず人増えてきたし、まずこの代名詞としてこの松本シェーブが並んでるっていうのが社長だし、松本シェーブが並んでおじさんが出てきたらもう復活したなっていうか、すっげえタイムリーに松本シェーブのとか言ったら思いっきりスタンリーさんいたんだけど。いやでもね、松本シェーブが元気出てきたってことはすごいいい兆候だと思います。日本人の姿はあんまりない。まあ普通に街歩いてたらなんか規制とかそんななさそうな感じはしますけど。ないですね。ちょっと前までワイキキビーチで2、3人っていうかむしろ座ってると逮捕もしくは罰金だったでしょ。今はだって10人までだったら集まって OK でしょ。この間ワイマナロ行った時にビーチにもとにかく人が、まあ週末だけどね、人がもうバーっていっぱいいて、みんなビーチバレーとかやってて、バギーであそこは警察が巡回に来る。10人ぐらいで固まってるところには行って注意だけしてた。前までだったら全然そのままもうチケット切られてたけど、それがなくなったから。まあでもね、これからハワイが元気になってくる時に
あまりこういうこと言うのもいいのかどうか分かんないけど、人が戻ってきたとしても経済が悪いのは悪いから、治安はねやっぱり良くないと思う。ホームレスも増えたし、なんだろう、職を、まあ、失ってる人もたくさんいるし、治安悪くなりましたよね。夜歩いてるとちょっと怖いっす。なんだろう、人が来るようになって、皆さんこれ見てる人ももしかしたらハワイね、もうすぐ来れるようになるかもしれないけど、来るんだったら夜は絶対歩かない方がいいと思う。女性一人は絶対避けた方がいい。そうだね、男性も女性もとにかく一人で歩かない方がいいと思う。そうですね、ドラッグで頭いっちゃってる人とか、結構街で叫んでる人とか結構多いから、エンジョイしてもらいたいけど、まあなんだろう、パンデミックの前までね、あったお店とかがなくなったりしてるから、そういう意味ではちょっと、まあ、前みたいに見るところはたくさんないかもしれないし、行ける店がちょっと限られちゃってるかもしれないけど、日本の人たちに来てもらってね、ちょっとまたハワイを盛り上げてほしいですよね。結構なんか最近よく聞くのがアジア人差別が多いってよく聞くけど、特にメインランドね、まあ、多いらしいけど、実際に自分は会ったことないからちょっとわかんないけど、まあ、会ったらもちろんね、当然悲しい気持ちにはなるだろうけど、ハワイは今のところまだあんま聞かない、ね、まあ、アジア人が多いっていうのはあるけど、あまりそういうの聞かないから、ハワイだけがいいですよってわけじゃないけど、そういうのを心配してる人がもしいたとしたら、こっちは全然ないかな。なんかウェルカムな感じがしますよね。いずれにしてもとにかく少しずつだけど他の国からハワイに人が戻ってきたっていうのはあるのでね、だからもしこれを見てる人もハワイに来る機会があれば、ぜひハワイを盛り上げてほしいなと思います。今の締めでいいですか？多分締め方わかんねえ。締め方全然わかんない。ずっとわかんないでしょ、正解。まあ、そんな感じですね、うん、待ってますって感じ。